こんばんは。ありがとう。見に来てくれてありがとう。こんばんは。あー、かわいい。ありがとうございます。本当に。こんばんは。ね、明るいよね、今日なんか。すごい。<laughs> 今日明るくてびっくりしちゃってる。顔が白飛びしちゃう。<laughs> びっくり。ちょっと今日明るめだね。こんばんは。こんばんは。 <laughs> ありがとうございますこんばんはねあ本当明日からの7連勤頑張りますあそっか今日お休みなんでしたっけ明日からまたお仕事なんですねあお風呂なうほんとお風呂なうまさかの「ハシュタグありがとう」「俺のさやさん何今日の髪型好きになった?」って <laughs> えっ田がありがとうございます」「俺の」<laughs> ハッシュタグありがとうこんばんはあやほーこんばんはあこんばんは好きあん <laughs> そんな独特かな <laughs> お疲れ様ですあお疲れ様ですこんばんは <laughs> 初見ですさありがとうございますなんかさわかんないこんばんはってさ言い過ぎてさなんかもうさあの頭の中のさこんばんはがさあのあれだよね <laughs> でも元々のものじゃなくなってる気がする <laughs> なんか今までの言い方とさ変わってる気がする「こんばんは」とかもはや既にめちゃめちゃ言い過いいいいいぎてそう「お疲れ様でしたあお疲れ様こんばんは明日のラジオトーク楽しみですありがとうございますそうなんだよねそう明日こそう明日ラジオトークあるんですあ今日もゆきちゃんの配信見れて嬉しいでありがとうありがとうこんばんは あおめででととう80件ですそう件すありがゲシュタルト崩壊なのかなそれってそれもさ含まれるのかなそれそれも含まれちゃうのかなやっぱり <laughs> たまにはこんばん,んたまにはワンワンバンコ何それ何 <laughs> その言葉こんばんは見に来てくださってありがとうございます早めに帰ってきてあーお疲れ様です お疲れ様ごめんねなんかね私さあれなのかも癖なのかもしんない,いや早めに帰ってきていやいや途中途中まででさあの頭の中の理解が追いつくとさコメントが途中でさそ,うそのままさ頭の中のさあれでさもう答えを言っちゃうんだよね <laughs> あ本ほんとよかったお疲れみたいな <laughs> もうさ頭の中でそう,そう言葉にするより頭の中で読み切ってるからさすぐ答え言っちゃうんだけどさ <laughs> ハッシュタグありがとうございますね1週間早すぎますよねほんとにねもう1週間経っちゃうんだよね明日明日でもほんとにハッシュタグありがとうあそうなのリカさんがいやこんな感じ <laughs>、ま、もうさリカさんがってそう「配信してるよ」まで読めなくてさそうもう頭の中の分解速度でさ「あそうなの?」みたいな <laughs> そうなんですねそうリカさんが配信してるのは見たんだよ リカさんが配信してるのはあの、見たんだけどあのポチって押さなくてそうそうそう中まで入ってなくてね今配信私も始めちゃって「あ、お疲れ様って「お疲れ様でさュタグありがとう」ね土曜日なんだってね土曜日ねなるほどそうそうなのなんかこう「なるほど」とかの文だったらさ「は」って読むけどさ <laughs> そうね今日どもう土曜日なんですよあ劇場でサンヤさんあ知っしきましたほんと 高校一年生の時に、女子生のゆきちゃんに告白して、振られて気まずい三年間を送りたい <laughs>。どういうこと、高校一年生の時に <laughs>。気まずい三年間を送りたい <laughs>。どんな、どんななんですか、それ <laughs>。いいの、その気まずいままの三年間 <laughs>。やだな。こんばんは、ハッシュタグありがとうございます。あー、気にしないで、ありがとうね。そう、頭の中の解析のね、速さが。あ、頑張って引き当て。おお、本当ですか。 聞き当てましたありがとうございます。ハッシュタグもありがとうありりががととううございますそうコメントをね、早くあの返そうと思うと、頭の中の分解がね。そうリカさんのだ、だリカさん、男女の何,何、何いて、自分の名前出てきて、めちゃ笑ってしまった。え、自分の名前出てきたんですかえ、何何の何の話 <laughs> 何聞いたの、それ。めっちゃ気になるとこ、ろ多分欲しいなってね。なるほど。リーカーリー、リ <laughs> カ なんかさそこまで言うとなんかあれだよね「ハッシュタグありがとう」ああスイーツ部え見てくださってるんですかそうたくさんねたくさん見てくれたら嬉しいですありがとうございますそうご一緒させていただいたねスイーツ部のこんばんはできれば気まずくない方が嬉しいだよねそうだよねこんばんは見に来てくださってありがとうございますね回転早いかな早くはないんだよなあこんばんは じゃあなんだ充電少ないからちなみにだけど来てよってああありがとうね充電大丈夫かなモバイル持ってってあげたいほらモバイル <laughs> 今日はどんな一日だった今日レッスンしてきたよ今日はレッスンでレッスンで踊ってきた一日だったよ <laughs> どこまで話していいか分かんないからさ、えー、いつもさレッスンの日さどこまで話していいか分かんないからさレッスンしてきたよくらいしか言えないんだけどあ今日も可愛いですねありがとうございますカップルカップルがいきなえーそうなんですか <laughs> 自分の名前えー、それこそそれこそ気まずいじゃんね <laughs> 面白気まずい空気の3年間という苦い思いありますあるの ゆき <laughs> ちゃんこんばんは,こんばんはあつぐみさんと私のスイーツムの会はあほんとよく見てるありがとうございます嬉しいでもさなんか自分のやつさ見直すとさあのなんかあれなんだよねなんかさ変な感じする <laughs> そう「あしたがありがとう」スナイアーはねそうなんかどこまで言っていいか分かんなくてあんまり言わないようにしてるあこんばんにあこんばんは見に来てくださってありがとうございますそう でも大体さ、服装とかでレッスンがあった日とか分かっちゃうよね <laughs>。普通に髪型とかもちょっとボロボロして、アホ毛とかも出て、これ直した方なんだけどさ。こんばんは。あこんばんは。ゆきちゃん見れるない。ああ、幸せありがとうございます。本当に。こんばんは。1年半ならあるかな。あ、ほ大昔。大昔にありますね。ハッシュタグありがとう。あ そうレッスン内容はいつもゆきちゃんが頑張ってる職でどういうこと <laughs> どういうことどういうことどういうこと頑張ってるけども内容内容はあレッスンお疲れさまでしたとありがとうございますありがとうそうあれだよ11日が近づいてきてるのでね今日あれですよねタイムスケジュールもさタイムスケジュールと会場の場所かながさあの出たよね発表されましたよね今日 <laughs> えちょっとさ友達とは違う場所だったんだよね違う場所でしたあお疲れ様ありがとうございますそう違う場所でそうなの,あのもしかしたらわかんないどういう作りの会場かちょっとあれなんですけどこんばんは見に来てくださってありがとうございます時間帯もめっちゃ違ったの時間帯もねお昼お昼と午後でしたこんばんはあ来週行きますよ本当ですかありがとう待ってますね、うん ちょっと違う時間でしただかワンちゃん見れるかなって思ったんだけど見,見ちゃおう <laughs> 見ることできるかなそう,そうそうそうだったんですそうなのそうなの違うところでしたあハッシュタグありがとうございますねそう見に行けるといいんだけどどうなるかね分かんないからもしかしたらね準備中かもしれない <laughs> 私たちの準備中かもしれないですあハッシュタグありがとうございます ありがとう。<laughs> ありがとう。そうなのよ。ねお互い、そうそうなの、お互い見れたらいいんですよね。そう、ちょうどね、あの、お話ししてて、そう、そうなの。お話ししてた時に、なんか、あの、なんだっけ、あの、あれですね。あの そうお互いのを見れたらいいなっていうそうそうそうお互いのを見れたらいいなっていう,そうことをお話ししててそうなの連絡取ってる時にでもそうそこなんだよね <laughs> あ家に帰ってきたよっておかえりそうそうなのだから、まあ、もしねそう会えたらあ <laughs> なんか変なイントネーションになった会えたらいいんだけどね会えたらいつぶりになるんだろう結構ね前なんだよな <laughs> 結構前に会った以降さ、そんなに会ってなくて連絡はちょくちょく取ってるんだけどねそうねそうなの会えるのをちょっと楽しみに <laughs> そうねもしだったらそう友、ね、アイドルしてるところも見たかったのでそう、ね、やっぱさ違うじゃん普段のこうね普段のそう。 あれと違うからやっぱりアイドルしてる姿もね衣装着て可愛い姿を見たいなって思って <laughs> そう思っててね見てみたい <laughs> そうっていうお話でしたそう今日発表されるのめちゃめちゃ楽しみにしてた <laughs> そうねなんだっけあとね何の話しようかな あ、こんばんばは <laughs> そうねそんな感じかなねそうだよね写真とかもねそうだね撮れたらね <laughs> 撮れたらねいいよね何だろう今回も今回以外でもさあこんばんはそう今回のあれイベント以外でもまた別なイベントがあった時に会えたらすごい嬉しいなって思ってるので。 ねいっぱい他のイベントの時にも一緒にそう会えたら嬉しいなって思ってますこんばんは「ハッシュタグもありがとう」クッキーまだ全部食べてないですよクッキーはねまだ全部食べてないまだあんまりある <laughs> そう作りすぎたからねあの時そうめちゃめちゃ作ってたから全然まだあるよ親とかめっちゃ食べてるさっきなんかママ食べてたママと弟がさっき クッキー食べてた <laughs> こんばんは見に来てくださってありがとうございますそうまだあるかなハッシュタグありがとう昔そろそろさそこのさ文も変えたいんだよなはし今ハッシュタグと初見です嘘になってるんだけどもう一つ空きがあるのあこんばんは見に来てくださってありがとうございます もう一つ空きがあるからもう一つの分ちょっと考えようかなって思って数数,数十数ヶ月 <laughs> ゆきちゃんこんばんはってあ今日も可愛いありがとうございますこんばんはこんばんはそう考えながらそうちょっと時間経っちゃってるんだけどねどうしようかなって悩んでます <laughs> そう考えるなどうしようかな悩み レッスン上あーそうだね病で亡くなっちゃうかもしんないこんばんは見に来てくださってありがとうございますハッシュタグありがとうございますでもささすがに作った当日つ作った当日じゃないからさ持ってそう行くのはやめといた何がね何がいいんだろう私はディディとかえー、なんかそういうのはちょっとやだなそう ねぇそうだよね楽しくなるような言葉がいいよね低級分考えるのも大変そうなの大変なんだよねぶん <laughs> 悩んじゃうあゆきちゃん好きだぞああ笑うね<笑>,笑う笑ううんそ,そうだね確かになんかさ自分でそれを低級分にするのが嫌だな <laughs> 自分でその分を低級分にするの嫌かもあこんばんはコメントありがとうございます 見に来ててくださってありがとうゆきちゃんしかとかあー確かにそれはねいいかもしれないいいかもしれない確かに冗談ですよもちろんほんとか本当なのかそうえー、確かにそれもいいかもしれないなんかサあヤさんみたい <laughs> サあヤさんみたいあハシュタグありがとうございますでも多分自分で書くならね多分ゆきしかだと思うゆきしかになるって気分は ええドスコインはやだなお疲,お疲れ様ですあお疲れ様です見に来てくださってありがとうフォローしたようにしてフォローしてもらえなくてあその考えいいかもしれないその考えいいかもねあ確かにフォローしたよういいですね いいかもそのアイディアないすあゆきちゃんこんばんはってこんばんはゆきちゃん好きだわ自分でってねえ嬉しいありがとうございますいつかさゆきちゃんって打っただけでさ好きだが自動的に出てきたら嬉しいな <laughs> あこんばんは見に来てくださってありがとうございますキャピキャピ <laughs> キャピまさかのまさかのキャピでもさ今さここでこうしてさあのー、出て 意見あゆきちゃん欲しいですね確かにゆきちゃんかわいい何可愛いなんて書いたんだろう <laughs> なんかそここで出てきた意見ねいい意見ばっかりなんだけどさ「ラブタンズ加入しました」とかああいいですねそれもそう言うと言ったらユちゃんって出るようになってますえ本ほんとすごいすごすぎるそれは嬉しい <laughs> こんばんは見に来てくださってありがとうございますこんばんはえそうなんか出てきた意見めっちゃ素敵なんだけどさでもさそう誰か一人の意見を使ってしまうとそ,うそこがねあれなんだよねそう <laughs> 自分で思いつけばいいんだけどさあ「ハッシュタグねさやさん」とねそれもねいいですよねそうねここで出てきた意見を使いたいんだけどそう誰かの意見を使っちゃうときっとね そうまたね。<laughs> またあれかもしんない。あ、会いに来て俺のユキでお願いします。<laughs> かわいい。<laughs> かわいい。あ、私もユキちゃんユ、ユキちゃんって出るようになった。えーすごい。ありがとうございます。そう、そうだよねって、そうなの。そうなの。誰か一人の意見を通しちゃうと、そうなの。そうなんですそう。難しいですよね。そう。なんか、そうなんです。本当に。 そ,うそれもそうよねってそうまたいろいろとね小声小声なのそうなんですまたいろいろとそうなんです言われちゃうからそうなのよ難しいですよね。 いいアイディアたくさんあるんだけどねうんちょっと大変だよね <laughs> 難しいねうん難しいそうみんな愛が深くて好きすぎる <laughs> 別に誰のが採用されても気にしないそうそういう方もそういるんですよそう、ね、そういう方もねいてくださるからね本当にありがたいんですけどそうね <laughs> そうまたねそうじゃない方もいるからあ初見ですそうありがとう何個かにね絞って投票とかねそうね確かに。 そうそうなの <laughs> いろんないろんな方がいるからねそうなの難しいよねだから私なんかさ最近ねあのほんとにちょっと軽めの話で聞いてほしいんですよ <laughs> そんなにねそんなにあのそんなにあの軽めの話として捉えてほしいんだけどあ優しいねって全然全然なんか最近めちゃめちゃね考えてて難しいんだね難しいよねあ私も気にしないよってありがとうそうなんかね 最近めちゃめちゃ考えてて配信について <laughs> 配信についてあっこんばんはあ決めていいんだよってありがとうそういろいろ考えてたんだよそしたらちょ,ちょっとちょっと軽め軽めじゃないかもしんないこんばんは <laughs> こんばんはごめんねちょっと話し始めますねあどうぞ話してありがとうそうなんかあの最近そうショールームについて考えててなんかさあの私ってあんまり配信時間こうお伝えしないんですよなんか あんまりね皆さんにそう配信時間あんまりお伝えしてなくてでも伝えお伝えしないとさあのやっぱり配信時間ほら知りたいいい方もいるじゃないですかだから配信時間を伝えるとするじゃないですか。配信時間伝えて「明日は何時何時からこんなこんなくらいの配信するよ」みたいな伝えたとするとなんかそれはそれでなんかその話 はみたいな <laughs> 聞きたくなかったみたいな難しいなって思ってそうなんか配信時間を伝えても配信時間を伝えなくても何か言われるんですよ <laughs> だしそうなんかそういろいろ難しいなって思ってそうなんか難しい <laughs> 難しいそうだからなんかもうこう毎日配信してるけどなんかすごいね考えることが多すぎて。 なんか何を言ったらこうなっちゃう何々をしたらこうなっちゃうみたいなそういうなんか縛りみたいになっちゃってだからんかもう毎日配信をなんかもうそうするのがなんかこうその <laughs> 今なんかすごいそう義務みたいな何 <laughs> なていうのなんかすごいさその縛られちゃってるみたいな感じになってきちゃっててだからそう。 でも今ここでね毎日配信途切れちゃうのはもったいないんですよねでもなんかそう毎日配信じゃない方がいいのかなとかも思っちゃったりとかそうして <laughs> 難しいなって思ってそうそうなのそうなんだよねねそうなのよそう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 なんだよね あこんばんばは初見ですってありがとうございますごめんねあの本当に軽め軽めの話だと思って聞いてください <laughs> ごめんね本当にあの初見さんそうですよねじゃ入ってきた方びっくりしちゃうこんばんは <laughs> そうねそうなのねえどうね本当にそうきっとねそうなの毎日配信してる方も結構多分悩みがあって <laughs> そうね うん、みんなみんな配信について結構悩んでてそう私も私で考えるなーって思いながら <laughs> 考えるなーって思いながらそうあの過ごしてるけど、ね、みんなもなんかよくね聞く <laughs> そう配信どんな内容話してるとか <laughs> 聞いたりとかしてそう配信でさ話すこともあれよねそう難しいな ねえ難しいよね <laughs> そうなのよっていうねそういうお話でした <laughs> そういうお話でしたそうなのうんーね困ったなって <laughs> 困ったなってそうそうなの。 ね難しかった私にはちょっと難しい問題だった <laughs> なかなかねねそうなのハッシュタグありがとうございいますねね難しいよ、ねまあ、これからね私も何だろうこうやって配信していく中で、あのー、もう少しねいろいろ考える時間とかそう作ってなんかたくさんね考えれたらこれからの配信の中で考えれたらいいなって思ってるから何だろう皆さんも何だろうこうちょっと。 <laughs> なんだろう私がねあの思ってることを少しでもそうちょっとだけ知っておいてもらえたら嬉しいなって思ったので言ってみてそう, <laughs> そう言ってみたので全然そんなにそんなにあれです私がそう今考えたことをちょっと皆さんにお伝えしたくてそうお伝えしたのであの全然そんなに <laughs> そんなにあれです。 なんて言えばいいんだろう <laughs>。なんて言えばいいんだろう <laughs>。そんなにあれですよ。そうね。そうなのよね <laughs>。そうなのよね。そうね。でもそうなんかそれこそなんだろうあの見て見てほしい方見てほしい方っていうかその見たいって思ってる方にそう見て欲しくて。 なんかそのなんかここ暇になっちゃったなーみたいな思ったらあの全然他のそうところ遊びに行ったりしてもらっても全然いいですしなんかこう,そう私のね配信を見たいって思ってる方にそう見てほしいなって思ってるのでそう全然あの <laughs> フラッと立ち寄ってフラッとコメントしていただけたら嬉しいです <laughs> フラッとフラッとそう毎日ね来ていただいてる方はそのまま見てください。 <laughs> そのまま見てくださいそう来れる時に来てほしいなんかその無理してでも来ようとしてる方はまあね見た,見たいって思ってくださってる方だからさあれはあんまり言えないけどでもさ見れる時に見てほしくてなんかその無理して見に来てほしいわけじゃないからほん当に毎日配信してるわけだからそうそうそう最近なかなかそうそうそうこれそうでしょそう あのね、そう来れない方ってやっぱりいるからさなんか毎日そう配信してるから本当にふらふら入ってきてもらった方が <laughs> 嬉しいからそうそう来れる時にそう来てほしくてなんかこの何時何時にやるっていうとさなんかその時間を無理してでも開けようみたいな,なんかそういうの本当になんかほらあれじゃないですか <laughs> あれじゃないですかそう見れる時に来てほしくてそうなんです。 なんか全然そんなそうこの時間配信するからこの時間予定入れないでねみたいな <laughs> そんな感じのはしたくなくってそうフラットトそそうねそうねね来て欲しいですフ、ね、<laughs> フラットフラッット立ち寄ってなんかフラットなんか変なコメントなんか面白い <laughs> 面白いようななんか変なダジャレとかでもいいんですけど <laughs>。 たまにそういう人もいるからさそうなんかフラッときて変なダジャレ入れてくみたいなそんな感じでも全然ね <laughs> いいんですけどそうそうなのそうなのあじーって <laughs> なんかすごいすごい変な人いるけど <laughs> すごい変な人がめっちゃ見てくるけど大丈夫かなこの配信 <laughs> 変な人いるんだけどあちらって <laughs> そうえ本ほんとにあ布団って書いてかな布団が布団だって書いてある布団あれなんだね星になっちゃうんだねそうそうそう あ,あ来れたら来るから大丈夫だよってありがとうそうダジャレ <laughs> たまにねなんかそう強烈ななんかダジャレ言ってくる人いるんですけど <laughs> ちょっとなんか私がうまく拾えなくて <laughs> なんか多分ねあのここ,こ,こ,ここのルームでね多分ダジャレ言った人はね多分ね滑った感じになる <laughs> 多分ねここのコメ欄でダジャレ言うとね多分ね拾えないね <laughs> そう拾えないねそう 多分ね、そう <laughs> 遊びに来てよってありがとう <laughs> 遊びに来てくれてありがとう全然面白いコメントじゃなくても普通になんか <laughs> 普通になんか言ってくれればそうねそうさらっと流れちゃう <laughs> そうなのそう,そう分かりやすいそう、分かりやすいダジャレじゃないとちょっと拾えないかもしんない <laughs> なんかそう滑る滑る滑っちゃうここ <laughs> そう そそう、ね、そうな気軽にに来れるそう配信ししたいですす滑り芸人目指しますかほら中にはねこういう滑る専門の方もいらっしゃるのでそう滑って滑ってあえてね自分から滑ってくださる方もいらっしゃるのでそうなんですけどそうそうそう <laughs> 多分ねあの拾いづらいやつだとそう滑っちゃうねここ流れてっちゃうね滑り流れちゃうね。<laughs> そう,そうそうそう反応にそうそうそうなのなんかさ <laughs> そうなんだよねおしめんが「滑り刃」と呼ば呼ばれていてな <laughs> あれれれあれれれれそう中にはね中には滑ってく人専門の人がいるんですけどそうなの外は氷点下だから滑るかもね <laughs> あれあれ今氷点下でしたっけスキー大好きね <laughs> スキーになっちゃったそうここのコメントねそうなの ダジャレそう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 ダジャレに気づかないんですそうダジャレに気づかず読んでるんです多分あのここら辺のこのここを見てる方はさあこの人今ダジャレ言ってるって分かるじゃないですかコメントあこのコメントダジャレじゃんみたいな私ね分かんないのよ <laughs> あ充電なくなってきたあまたねうんまたフラットお願いしますそう伝わりそうで伝わらないダジャレ選手権ちょっとやめた方がいいと思う多分 そういつの間にそういう位置づけになったんだ <laughs> あれご自身で言われててそう滑り専門そうなのあ初見ですそうありがとうございますそうダジャレダジャレ言うのは誰じゃん、ね、えそれダジャレそれダジャレそうなんかこ気づかずに読んじゃうのダジャレもねそうだから多分ねきっときっとね多分ね普通のコメントとして扱われちゃうから <laughs> <laughs> そう本当に気をつけてくださいあ待ちやっぱりそっち画面の向こうが笑っちゃうよね今日めっちゃ星になるね本当だ <laughs> おもら無系で星何 <laughs> て書いてあるんだろう「ゆきちゃんルームの子」のコメント「ゆきちゃんの返し返し」も面白く本当面白いかな大喜利ここ大喜利じゃないですよ本当にコメントには「愛を」<laughs> あえコメントには「愛を」コメントあそれもだ <laughs> かわいい <laughs> かわいいありがとうございますね 自分で名乗ったんだったって本当だよ。こんばんは。面白い <laughs> 面白いですかね。あ、えサイヤさんの配信始まりましたよ。さサイヤさんのファンの方、サイヤさんのファンの方、サイヤさんの配信始まりました。あの始まっちゃいました。<laughs> は始まっちゃいました。行ってきます。あ行ってらっしゃい。ああ <laughs> あ,あ行ってらっしゃい。<laughs> 私も私も行きたい。<laughs> 私も行きたいかもしれない。<laughs> ね、コメントをぎりやってましたね私もそうそうそうあの通知くるよ <laughs> そう通知くるようにしてるんですよねそうなのえそうサやヤさんの配信始まってますよどうしますどうします <laughs> 始まりましたいこうかな行こうかな, <laughs> 行こうかな一回一回切ろうかな <laughs> なんかにぎやかですねあそうここねあの,あ,のあれなんですよここ本当はもっとねいつもねコメントバーってなっちゃうんですよ 今日多分にぎやかかな今日ねそんな落ち着いた方です落ち着いてる方かもしれないもうちょっともうちょっとコメント欄荒れてますよね皆さん <laughs> いつもそうマジっすかうん結構コメント欄バーって流れちゃうからそうそうそうなのよさやさんの配信終わるまでゆきちゃん中断で <laughs> 中断になっちゃうかも行きたいかもしれないわかわいい <laughs> 行きたいかもしれない私も行きたいかもしれない <laughs> ねあ皆さん皆さん私と同時進行で見てくださるんですかあやっぱり公演公演後ですよね今そうですよねぜ全員サーヤさんの配信移動しますかあっコメント欄本気出すかって書かれてるにぎやかで楽しい配信で読んでそう賑ぎやかなんですよいつも結構コメントがねバーって流れちゃってあ本んと蒼さんと並んで配信してますかえ 見たいな, <laughs> 見,たいな見に行きたいかもしれないあっ「ハッシュタグありがとう」さやさんの配信を見るかゆきちゃんを見る配信かなえどういうことですかどう,いうことどういうことですかさやさんの配信見ます全然全然あの映ってもらってフラットフラット映ってもらって移動してもらって全然ねさやさんの配信始まったんですねそう私あのそうなんですあこんばんはコメント見て画面越しに 笑ってるいつも <laughs> 本当ですか私はゆーちゃんルームに住みついてますあ住みついてくださったありがとうお疲れ様ですお疲れ様お疲れ様ですあねそうですねアオイさんねそうなのなんかさあのなんだっけ何何話そうとしたか吹っ飛んだあそうそうそう私がね通知来るようにしてる方が3人いるんですよ3人私が通知来るようにしてる方は3人いてえっ、ー、と中井理香さんと川越さあやさんと あの鈴木ひとみさんなんですけど、<laughs> そう。お三方のあの配信通知来るようにしてて、そう。もう来た瞬間にはっ,って <laughs> はっ,ってなります。あ、小屋みに新潟まで編成した後なので、いつもの調子が出ない。あれ <laughs> あれ、いつもの調子が出ない。さやさん美味しそうなお菓子食べ。ああ、美味しそうなお菓子食べてるんですかあ。今日も可愛い。ありがとうございます。ありがとう。見に来てくれたありがとう。 わかりました3人あ分かってましたか全部知ってる本当予想通りでしたかあれあれで <laughs> あれででで自分はここで猫はペットになってあ自分はここで猫はペットになって本当ですかずっと見てくださりますなんかすごい名前もめっちゃ猫 <laughs> アバターまで猫ゆきちゃんは本当に純粋で清ンで優しくて天使なんでそんなんじゃないですよ本当に全然全然,全然全然そんなそんなそんな天使天使なんて あの輪っかすらないですし <laughs> 輪っかすらないですしねあこんばんは予想通りほんとこんばんは見に来てくださってありがとうございますすげえその3人なのかそうその3人ですそう私が大好きな3人ですそうひとみさんねひとみさん可愛いですよねめっちゃ好きなんですよあ思った通りの3人でしたか鈴木さんのそう鈴木ひとみさん予想通りの3人だったほんとあっ優は優派はねあのあいつ配信すんのみたいな <laughs> 聞けちゃうからさ 悠葉は配信する時間聞けちゃうからこんばんは <laughs> そうあ今日配信するみたいな聞けちゃうしそう大丈夫なのだ大丈夫ではないけど <laughs> 聞けちゃうんです聞けちゃう存在なのでねあリカさんのウサギグッズは買いますかえ欲しいんだよねリカさんのグッズ欲しいんですよあのさバッグ欲しいなってあバッグじゃないや あのなんだっけバッグは欲しかったんだであとあのポーチかなポーチなんかねパーってポーチとペンライトも欲しいペンライトそうの2つが欲しくて狙ってるんだけどもうやばい <laughs> もうやばいみたいな圧が好きなの圧えっそんなわけではえゆきちゃんはお姫様だお姫様 全然そそんななお姫様っぽくないよ <laughs> あそうリカさんね歌ってるらしいですよねなんかさっきねあのそう歌ってるみたいなね言ってた <laughs> ちゃんとガチ勢でかわいい <laughs> そうちゃんとねそうちゃんとグッズ欲しいんだよな欲しいめちゃめちゃ欲しいんですよそうなのうさぎはうさぎとクラゲのミックスそう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 ミックスそうソロコンの時のペンラーならえあるんですか いい,いいないいな <laughs> こんばんは,ちゃんあこんばんは見に来てくださってありがとうございますこんばんはありがとうそう欲しいんだけどね欲しいですえっそういえばあのああ話したいことあったペンライトはその子の時より色が増えてるあ色が増えてるんですねそうなんだピンクピンク光らせたいなね歌ってますねってね歌ってるよねリカさんそうなんか人気ですよねうさぎちゃんね人気ですよね そう思い出した今日さ投稿されたやつ見ましたかクラクラのさチョコ <laughs> あれクラクラのさチョコ <laughs> あの何て言おうか悩んだ末のチョコだったんだけど <laughs> 急な急なチョコだった見ましたリカさんがね今日ねツイッターにね動画載せてたんですよ見たかな 話したい時に話せるようにコメントストップボタン準備したら <laughs> あったらいいんだけどねあ見ました見ましたかそうリカさんのツイッターにねあの「クラクラ」のねチョコあるんですよ定点の見てください <laughs> ま見てない人はそう DMM でね 何回も見見てまますありがとうチョコ見ましたか投稿の時は白と薄いピンクと濃いピンクあそうなのその3種類あ見たよってあ本当ですか次はね劇場でぜひぜひゆきちゃんのオリジナルキャラクターを描いたらウエンに採用されてグッズ化されるかもえ <laughs> あれそんなことあるかな見たからそれで伝わってっあ本当ですか見ましたってあありがとうございますそう載ってるからもしあの DMM 登録してない方いらしたらぜひ一度でもね 見てそうあもっと見たいって思ったらぜひぜひ DMM さんの方で見てみてくださいそうねっってたんですあれだよねバレンタインの日もさ載ってたよね <laughs> バレンタインの時もさそうクラクラのバレンタインのねやつが載ってましたねぜひぜひたくさん見てくださいそうめっちゃねもうもう一回踊りたいよね <laughs> 劇場でクラクララの曲 かかってたなあ本当ですかかかってましたハッシュタグありがとうございますあれだよね公園のさ待ってる間にさクラクラの曲かかりますよねそうゆきちゃんの書いただるまぐっつかしないと <laughs> だるまねあのだるまねだるまじゃないだるまねクラクラかわいかわなんだかわいいかわいい <laughs> かわいい うんめちゃめちゃ可愛いんですよあこんばんは見に来てくださってありがとうございますあタコさん派ですかあタコさん描くときさいつもさ8本じゃなくて7本になってさ8本目後から付け足すんだよねあそうそうそれってさやさんポテチ召し上がってり <laughs> ポテチ召し上がってり <laughs> ゴビゴビ可愛いそうポテチねあのだるま可愛いよねってえー、可愛いかなあのだるま なんかちょっと変なだるまだよね <laughs> ゆきちゃんは可愛すぎて週1でプロポーズされてそう何その偏見すごい偏見 <laughs> 全然そんなことないよ週1でプロポーズすごいすぎそれはさやさんの配信はお菓子食べながらどん兵衛待ちだったえー、そうなんですかいいですねあさやさん間もなくどん兵衛本当だ <laughs> 可愛かったが星になったえー可愛かったが星になっちゃうんだ <初>尻 <laughs> タコのの足1本はユキちゃん食べたのかなあそうかもしれないじゃあ毎回ね毎回こうやってタコの足描くとね7本しか描けないの8本目めっちゃちっちゃくなっちゃう <laughs> 噛んだ <laughs> めっちゃちっちゃくなっちゃうあこんばんはんこそばんそうこうってあ来てくれてありがとうございますこんばんはありがとうドンベ衛はゆめさんの差し入れかもえれそうなんですか <laughs> そう劇場にねいっぱいドンベ衛置いてあるんですよドドドンって置いてあってそう 美味しそうだなーって思っていつも見てるんだけど <laughs>、いっぱいいっぱい置いてあるね。いいよね。はい生立ての足かな <laughs>。そうかもしれない。そう一本だけタコタコ描くとき一本だけ足がなくなっちゃうの。ゆきちゃんは絶対猫耳が似合うね。本当ですか？猫耳ね。そうイベントの時めっちゃたくさんつけてたんですけど、ちょまったり配信なのでね、猫耳なしのノーマルタイプの配信になってるんですけど、ねまた猫耳ねつけます。 あいいなってねいいよね。オーダーどん兵衛 <laughs> オーダー、オーダー入りますかあ劇場でもらったどん兵衛は肉うどんでした。あ本当肉うどん。いいないいな、食べたい。どん兵衛がドドドドんドン <laughs> どん兵衛がドドドン。ダジャレか。<laughs> あれちょっとうまく拾えなかった。<laughs> うまく拾えなかった。<laughs> あれなツイッターとツイ,ツイッターとインスタ。 グラムインスタとツイッターグラムって言っちゃっ,言っ,ちゃったの？誰だっけ？え？そんな方がいたんですか？インスタとツイッターグラム <laughs>？ツイッターグラムえそう言った方いらっしゃったんですか？可 <laughs> 愛い可愛すぎる。まさかのドンベでダジャレね。どん兵衛でダジャレごめん。うまく拾えなさすぎた。 気まずい <laughs> まったりでも猫耳 <laughs> まったりでもね猫耳ねでもね猫耳するとねみんながまったりじゃなくなるの <laughs> みんながまったりじゃなくなるのあさ,さやさんこの前もどん兵衛食べてたのほんとですかどん兵衛いいないいないいな私もご一緒させていただき <laughs> ご一緒させていただき今から今から皆さんのもとへ行ってこようかな <laughs> お邪魔します あ、食券詐欺ですこんばんはってこんばんは見に来てくださってありがとうございますこんばんはいいななんか言われるとさ食べたくなってきちゃうさあやさんルーム行かなくても内容わかるのおもろいね、本当にそうなのここの配信ねさあやさんのルームに行かなくてもねさあやさんが何をしてるかがわかっちゃうの リカ <laughs> さんもだけどリカさんの配信もそうだけどさ分かっちゃうのないよすっかりこのルームに来る癖がついてしまった本当ありがとうございます来てくれて待ってるよ毎日あこんばんはありがとうこんばんは「ハッシュタグありがとうございますわらわら」ワラワラって「猫耳ゆきちゃんかわいすぎてね」って違うのよそんなことはないのよいつかゆきちゃんもさやさんとど,どん兵衛配信してほしいどん兵衛配信 <laughs> そば部に影響されて最強どん兵衛食べたあー本ほんと食べましたかゆきちゃんの猫耳は猫猫にまた食べ与えるのと一緒だよねえ一緒かなそれ一緒なのかなど,どういう一緒だ <laughs> どんだけ金利多いね本当にね本当に皆さん皆さん見て見に行ってるんだよ今日ののさん,のどん兵衛は天ぷら蕎麦でしたあっなんか天ぷらそばってあれだよねあのなんていうのなんかいあのあれ <laughs> よくよく聞く <laughs> よく聞くお話し会買っとけばよかったってあ本当ですかまたね機会があればぜひぜひお話し会でたくさんお話ししましょうさっきのチョコネム動画なんだけどゆきちゃんが見やすくて嬉しいあ本当見やすいですか嬉しいよかったよかったそうねそうなのそうなの見てくれてありがとう,そうさっきも言ったんですけど今ね来た方のためにもう一回言うとあのリカさんのねツイッターの方でねチョコネムの動画が 上がってるのでもしよかったらねあのそちらの方たくさん見てください <laughs> あのそうそうたくさん見てくださいそうなんですよねどん兵衛食べる配信してほしいどん兵衛食べる配信ねちょ私の手元にはどん兵衛がないのでどなたかちょっと買ってきてください <laughs> 買ってきてください持ってきてくださいわかるゆきちゃん見やすい本当ですか見やすいほんとよかった嬉しいリカさんに感謝感謝ね本当にリカさん あげてくださってありがとうございますあこんばんはって見に来てくださってありがとうございますまたクラクラにクラクラしたいので講演お願いしますね公演またあるといいですよねあ dd ですのであまり期待はしないでねって <laughs>。最初から言ってくれるの優しい <laughs> そうなのね全然全然他誰誰好きなんですか誰誰好きなんですかって聞いていいのかなあサンキューってね,ねサンキュー あゆきちゃんってあ来てくれてありがとうなんでわらわら <laughs> わらわらの後に照れてるあどん兵衛じゃないけどカップそば食べあ本ほんとカップそば食べました私もねこの前はねカップ焼きそば食べた <laughs> カップ焼きそば焼きそば食べましたあじゃこコ、ね、ま買、あ、い声出し OK だったらミックスはああそうですね確かに確かにあゆきちゃんは DNA に厳しめですか全然そんなそんなことはないですけど な何ですかね別になんかそんなこともないけどでもやっぱ何だろう単押しって言ってくださる方は大切かなって思ってますよだってなんだろうなんかそうじゃない <laughs> わかんないけど <laughs> だってこんなこんなさ何だろうね見つけてくれてありがとうございますって思いますあそうなんですねマリナさんマリナさんですかえそんなめちゃめちゃ めちゃめちゃめ <laughs> めちゃめちゃゃ天使な方とそんないいですねあそばしか買ったんそばしか買ったんですかいつ見ても可愛いですねありがとうございます見に来てくださってありがとう DD ディどん兵大好き DD ディどん兵大好きなの最近かいりさんカイリさんゆうはちゃんと気になってたらゆきちゃんにも巡りついた <laughs> ほんとありがとうございます私まで来てくださってそうなんですね <laughs> ありがとう詳しい内容を聞いた気がする俺は昨日ガチの方の焼きそば食べたあいいですね焼きそばいいよねリカさんは最近猫が飼いたいと配信出てたよあれここにいますここ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 にいます飼ってほしいかもしれないあの一緒に一緒に住みたいです <laughs> ちょっとここにいますって言ってくださいお願いしますここここここ猫になりたい人いますここ <laughs> リカさんちの猫になりたい。毎日ゆきちゃんしかです。あ、嬉しいありがとうございます。嬉しすぎるそれは。あ、サイヤさん？何？そば美味しいとおっしゃってる。ああ、それは良かった。それは良かったです。サイヤさんあとゆきちゃん美味しいです。あ、そうですね。そうこういう方もいらっしゃいます。<laughs> ハッシュタグありがとう。ゆきちゃんと癒し。いや本当？ ありがとうございます全然そんな声してないよそういえば劇場公演フェイスシールドなくなってお見送りで声出しそうなんですよねそうそうそうお見送りでの声出しが OK になりました軽めの声出しねなんかその叫んだりするのは NG らしいですあ青春時計のミュージックビデオには映り込んでますわい本当ですかでちょっと探す探,探してみます <laughs> 探せるかな今日ガチの焼きそば食べましたあここにもいらっしゃった 今日ガチのゆきちゃんだけではないけどゆきちゃんも推し推しですありがとうございます本当に押してくださったありがとうゆきちゃん猫そう,そう私猫 <laughs> 私猫あこんばんはって見に来てくださってありがとうございますしばらくセットッチの船に乗りに行ってましたがまりなさんに早く帰ってこいと言われてますあそうですね早くこっちに帰ってきてくださいあオス猫ここにいます <laughs> 確かに猫早くゆきちゃんコールしてあっ聞きたいです仕事なんだ仕事中にこっそりショールームえー、見てくださってありがとうございます大丈夫かな見てくれてありがとう声声も聞こえてるあゆきちゃん今日も結婚あ今日も結婚 <laughs> 今日も結婚あ初見ですさんありがとうここ,ここの音量のままりかさんのツイッター見に行ったら爆音でビビった <laughs> 大変だ耳が大変だ大きい声を出したらアンドさんにつまみ出されそう <laughs> 確かにこんばんはって見に来てくださってありがとうございますあ、こんばんは二人続けてこんばんは見に来てくださってありがとうございます初見ですそもありがとうゆきちゃんがいるから劇場行きたいですあ、本当ですか劇場来てくださいぜひぜひ 私が出てる公園に来てくださいねあ可愛い,い声が聞こえてる本当ですかあ、声 OK なんですね声聞こえるの OK なのねありがとうございます11日のフェスはコールできるんだっけあそうなのそうなの11日はコールできるのでもしよかったら皆さん大きな声で叫んでください <laughs> 3期生公演見たいけどなんだマリナさん見た後に予定し予定しよ本当 <laughs> ぜひ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 そうしてください 怒られない程度に <laughs> でもあんま怒んない方だよねそうだよね早く来てねっていう感じの方ですよねあ安藤さん優しいから大丈夫大丈夫どん兵衛はに西日本バージョンが好きだから出張の時に西日本バージョン買ってます食べたことありますかないかもしれないないかもいやこっち側こっち側東側ですねそう一人だからあ一人なんですね お疲れ様ですお疲れ11日マジかそうなんですよ11日そうなのチェックしてみてくださいあこんにちは大声ありがとうございますこんにちはゆきちゃんがパーティー公演でフル出演しても映えしてみたいユニットあるあもうねパーティー公演フル出演したんですよいつだっけえっとね1月 28?1 月28だっけないつだっけなそうなんですフル出演したんですけどその時踊ったのは えっとねキスダメとスカヒラですねキスダメとスカヒラ踊りましたあオおいらはおいらおいらには怒りますあそうなの怒られちゃうの <laughs> ユキちゃんのコールはユキちゃんとユッキーどっちあゆユキちゃんがいいですユキちゃんユキちゃんでユキちゃんがいいかなユッキーうんー確かにどっちの方がいいんだろうでもねそうユキちゃんかな <laughs> きっと あコーするならゆきちゃん柴野さんしば柴野さんまさかのそう来,来週は卒業生のあそうなんですねえそうなんですねお二人にあそう28だよねそうだよね合ってるあよかった合ってるよねこんばんはあゆきちゃんゆきちゃんありがとうございますそう私も合ってる気がする28だと思った <laughs> すごくないでもなんか覚えてるのに感動 <laughs> そう そううななんんですすあ,ありがとうございますねねゆきちゃんだよ、ね、多分なんか3文字だったら良かったなって思ってそうなんかさ2文字よりさ 3, も3文字だとさ呼び捨てじゃないですかそう3文字だと呼び捨てだからそうだからねそう3文字とかが良かったな <laughs> なんかさそうちゃんづけも可愛いけどねそうちゃんづけも可愛いけど3文字で呼び捨てとかもそう結構憧れててね そうなのそう,の、ね、そうああ優派ね優派とかさそうそうそうねちゃんちゃんじゃない <laughs> ちゃんじゃないみたいなそうそうそれもねいいなって思ってましたそうなのねえあ雪の雪のもうそもそも名前がね雪地ねそうたん雪地 でもさユキチで呼ばれるの嫌だな <laughs> ユッキーはないんよなそうこんなかわいいユキちゃんユキちゃん呼び捨てで呼べないよって <laughs> 呼び捨てでそう呼び捨てでいいのよ3文字そう名字そう確かに名字 <laughs> んかやだな一人だけ名字は嫌だよね <laughs> そうユキーってね確かに陽優陽とか夏希ちゃんとかもそう ユキピ <laughs> ユキピなんかさ新しいニックネームがねそう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 あ別にねそう1万円コールとかじゃなくてそうあのそうそうそう1万円コールとかじゃなくてあの普通になんかねあれなのあれなの。あれなの <laughs> なんとなくなんとなくね乃木 <laughs> あ乃木坂さんのお宅の方なんですか「ゆきちゃんをしてゆきちゃんをしていいですか?」ってえ全然嬉しいですえすごいめっちゃ嬉しい私もね乃木坂さん好きなんですよんあの実はそうちょっとオタク <laughs> 乃木坂さんのそうちょっとオタクですそうなの全然え嬉しいです本当にありがとうコメントしてくださって <laughs> 超絶福沢ゆきち <laughs> それはちょっとやばいですね。みおじはね。苗字はちょっとやばいよね。しばしばの。<laughs> それはちょっとそう。ゴマさんの例があるので芝野とかってね。確かにまあそうなんですけど、芝野とか <laughs> 諭吉はね。そう。でも、実は何船のそうなんです。そうなんですね。神推しな dd なんですね <laughs>。そうなのです、ね。 そう乃木坂さんのお宅も受け入れるうちの推しってえ全然そりゃもう受け入れるでしょ <laughs> だって私も乃木坂さん好きなのでそう感謝ですあ気づいたらと思い去年3年ぶりに n g t 来ちゃったら周りのお宅にいる場所違くないって言われた嘘そんなこと言われちゃうんですか全然合ってますよ超絶超絶芝超絶芝のってなんだ なんかなんかすごいおかしな方向にいってるぞちょっとそうなんかさジ字名字ねちょっとなんか違うよね名字だと違うくなっちゃうよね嘘はつかないおクです <laughs> ナイスすごいね、うんそうそう嘘つく方いるもんね他か行ってないよとけて <laughs> 平気で他の例並んじゃってるかもしれないあゆきちゃんもささやさんも,さやさんもそうさやさんもそう乃木坂さんね押してらっしゃいますよねほんとに 乃木坂さん好きです。あ、こんばんは。って見に来てくださってありがとうございます。こんばんは。あゆきちゃん、そうゆきちゃんでいいかもしれない。そう、やっぱね、やっぱそうゆきちゃんだ,だよね。そう、多分それが一番グッドな <laughs>、グッドな呼び方。はあ、ゆきって <laughs>、何ですか。何その、何そのはあは。<laughs> チャンス。あ、来てくれてありがとうございます。こんばんは。何。だから何。あ、まりなさんに怒られるんですか。 え私まりなさんまりなさん怒ったとこ見てみたいかも福沢って言ったらジャストミートとコールするかも <laughs> あれあれ <laughs> 嘘あこんンっこんばんはこんばんはこん <laughs> まさかのね狐の方かなあハシュタグありがとうございます」誰のことか目星が <laughs> 目星があしば柴き姫柴き姫ね たまに言われるあやっぱゆきちゃんに落ち着くわってねゆきちゃんが一番一番あれですねいい感じ無難こんばんはって見に来てくださってありがとうございますこんばんはそう福沢さんな,なんていうの福沢何さんそれごめんね読めなくて <laughs> 読めなさそうゆき <laughs> さん今日もめっちゃ怖いってありがとうございます来てくださってありがとう 来月までには公演行けるかなってねぜひぜひ早めに来た方がいいですよ <laughs> DD って隠すより認めてる方がまだいいよねそうなんですよね全然あのなんだろう,こう自分 DD ですって言ってくださった方がそうなんか対応しやすいなんか普通になんだろうねそうじゃない <laughs> なんか対応しやすいですそうお話のしやすさがそう。 あります。あきらさん。あきらさんって読むんですね。ありがとうございます。また一つ漢字を読めるようになりました。まりなさんの生誕町なんだ。あ、そうなんですね。なるほど。なるほどなるほど。でも早めに会ってあげてください。 <laughs> 怒られちゃいますよ福沢明さんね福沢明さん明さんって読むんですねあの感じでありがとうございますそうたまにさ壇上読みの時とかもさ漢字がさなかなか読めなかったりさローマ字ローマ字のねお名前がね壇上読みで読めなかったりするから <laughs> ちょっとね焦ってます <laughs> そういつも「あれ読めないこの方の名前どうしよう?」みたいなたまになるんですけどそう。<laughs> そうなのねびっくりしよだからたまに「あ読めないごめんなさい」とか言いながら <laughs> 読むんですけどそうだから読めなかった場合は教えてくださいね「ハッシュタグありがとうございます」「新潟三居優はちゃんとゆきちゃんでいきます」あ本当ですかこれで新潟率上がるあ来てください是非是非是非来てね「くらくら見に来て」あ「あそう「くらくら」もね是非見に来てくださいそしたら優陽と一緒に優 <laughs> はと一緒にね出てるので。 そう箱箱立てが読めなかったのはじめ箱立て箱立てたよね箱,だ箱立て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 であってあ akb 何柏木さん平田さん太田さん ske 新井さんとゆ雪ユニットとかしてみてほしいえすごいメンバー <laughs> すごいメンバーすごいメンバーなんかゆきゆきどっぽい <laughs> いやなんかゆき <laughs> ゆきですね星集め行ってきますねあえ行ってくるんですか全然ここに滞在してもらっていいんですよ大江さんも詰めに行ってくるんですかここにいてもいいんだよりか <laughs> さんの配信で壇上でたまに d 勝利になってることあるえそうなんですかそうなの。初めてきた読めないときは言いますね。感じなかったわ <laughs>。感じないですねゆきちゃんリューツセンターでレーン後ろで見てて可愛いなと ちょっと見とれて見とれてた本当ですかいたの教えてよ。<laughs> いたの教えてよ。ちょっと。ワインのはつかちゃんと読め <laughs> そうですね読めますね。漢字じゃなかった。私も星多いけどゆきちゃんも好きってあーそうそうこうやってね言ってくれると嬉しいです本当に。ね。本んもにオンライン解禁したら新潟も増える,増えるかなってああ確かにそうだねオフラインね。 確かかにそうですよねね新潟も、ね、オフライン増えるかな私むしろさらけ出してる人ね本当にさらけ出してる方めっちゃいいと思う <laughs> めっちゃいいと思う本当にだって何あユハとねかいりさんにねそうユハあそっか優陽のところにいたってことか横だね優陽と隣だったそういえばそう。 あゆきちゃんは目がいいいだと気づいた流通センターえ全然目悪いですよ本当にマジでほんとねあのコンタクトしないとね全然見えないんです <laughs> 極限まで近づかないと見えないくらいそう AKB とレベルが一緒になるけど先輩たちとお仕事できる機会増えるかなね増えるかなどうなんですかね増えますかねあ流通センターまりなさん買い損なったから長居できなかったえそうなんですかあら あらあらさやさん何猫のぬいぐるみさやさん何猫のぬいぐるみなんだ持ってんのかなあれだよねなんかねビヨーンみたいな猫のぬいぐるみかなそう隣だったからね隣だった他のグループに推しがいる場合は DD でしょうかそうですね他のグループに推しがいても DD だと思います <laughs> 思いますでも全然私いいと思うんだけど他のグループに推しがいるの あ今年たくさん会おうねってね本当に今年たくさん会おうね <laughs> 懐かしいお宅の方々と会えて流通センター行ったの楽しかったってえいいですねそうなんかさ皆さん同士でそうやって会話してるのすごくねいいなって思いながら見てます <laughs> 楽しそうにそう会話なさっててすごくねほんわかほんわかする <laughs> <laughs> そう私たちから見てそう向こうの、ね、奥側の方でそうお話しされてるからリカさんの配信今カラオケで何誰のことを一番を歌ってたあそうなんですかそうなのねすごいリカさんの配信の情報が伝わってくる <laughs> はい DD ですって <laughs> あ DD ですかいらっしゃいいらっしゃいませえ他のグループは農家じゃないの農家じゃないですよ農 <laughs> 家じゃないですよ, <laughs> ですよ <laughs> あっサヤさんのねうちは見て喜んでるの うちは見て喜んでるのそうだよ私サーヤさんのうちは見て喜ぶんですよなんかね私あれなのクラクラの公演の時もそうなんですけどクラクラの公演の時もお見送りの時にあのサーヤさんの T シャツを着た方がいるんですよでサーヤさんの T シャツを着た方に向かって「あサーヤさんだありがとう」って <laughs> まさかのまさかのねまさかのあ イヤさんだありがとうって言いながらそうお見送りするんですけど <laughs> そうあオフラインは連番したりできるのも楽しいよねそうですよねね確かにそうなのなんかね紹介してくださった後ろ友達なんだけどって紹介してくださいました 1>, 1期生は村上さんあそうなんですね優派あそうなのね優派優派ちゃん優派推し <laughs> あ二2期生さん全然あそうなんですか2期生さん あ,ありがとうあくさって <laughs> わらわらって流通センターで初めてラブターズの方と挨拶できてよえー、すごいよかったですそう嬉しいです本当にわらわらわら <laughs> え今度来ていくかってそうなんか来て来て来て,来てくださるとも,も,も漏れなくそうなりますあ初見ですってあ初見さんありがとうございます見に来てくださってありがとうなんかそう見たことあるお名前だ <laughs> ありがとうございますあ 卒業から新潟んえー、そうなんですねああ確かにそうですよねあがありがとうございます」それわしも言われたやつやんって <laughs> そうあさサイヤさんの T シャツだありがとうって <laughs> ゆきちゃん以外ほかぐるに押しほかぐるにも味しない私たおしすぎんかえたおしすぎんかそれは <laughs> それはたおしすぎんかすごい新潟シングルえねそうですねまたね新しくね そう曲をね皆さんにお届けできたら嬉しいな自己紹介の他に初めて会う時には何をお話しすればいいのああそういうことはじめ自己紹介の他に初めて会う時はじ難しいな <laughs> はえ何なんだろう <laughs> 近況報告でもしとく <laughs> ゆきちゃんもおしゃべり会でさやさんああそうねさやさんの T シャツ着るしかないかもしれない本当にゆきちゃん可愛い,い 全然今年さやさんのせたてをゲットするしか本当に欲しいの欲しすぎるさやさんが猫のぬいぐるみ何何配信猫のぬいぐるみ何してんのさっきからお星様になっちゃうね各グループ一人の端押しが端押し貫いてるのに DD なのそうです <laughs> そうです今ちょっと端押しあのうんたちょっと端押し <laughs> マリナさんと日向さんの何 ねえねえマリナさんと日向さんのオンラインは行ってました本当ですかそうなんですねならそれなら全然ね <laughs> 見たことある絶対そ s だ君かわいいねえ見たことありますいやなんかえの乃木坂さん乃木坂さんのさ方 <laughs> ちなみに他のグループに推しはいないのでご安心をグループは n g てしかあ ありがとうございます nct しかありがとうこんばんはって見に来てくださってありがとうございますメモメモしておくあメモメモしておきますか近況 <laughs> 報告を猫のぬいぐるみを抱いてるあ猫のぬいぐるみを抱いてるねお星様になっちゃうんだねゆきちゃんと会ったら可愛いしか言わないが a、えー、そんなことないですよもっとちゃんとねなんか他にも多分ね話せるよ <laughs> きっとちょっと楽しいそうちょっと楽しいハッシュタグありがとうございますリカさん誰のこと一番愛してるって愛してるん誰のこと一番愛してる歌ってたすごかったうん本当ですか私もねリカさんの配信あの行くこと多いんですけどそうリカさんね歌ってるのすごいですよね本当にあの結構ねめちゃめちゃそう <laughs> めちゃめちゃそう歌ってますあ今はちょっと地下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 の方に あそうなんですか地下の方にいいですよね。私も好きです。<laughs> いろんなアイドルさん好きです。あっ死者誤入したら楽しい。あ本当ですか死者誤入したら確かにそうだね。<laughs> そ,うそうだね。死者誤入したらね。そうですね。本キャッチーのぎね。n g、T、はゆきちゃんしか知らない。本当ですかありがとうございます。 ね乃木坂さん私も乃木坂さん好きまさかのちょっと倒しやった <laughs> まさかのそうちょっと倒しちょっとちょっとだけねこのショールームこのこのショールーム見ている時は倒しとか言ったら怒られそうそうですね怒られますね <laughs> そうですねそうだねでもこのショールーム見ている時は倒しだねそ,うそもそも n g t しか知らないですあ、すごいすごいすぎる <laughs> 詳しいんですねありがとうございますさっきリカさんの配信でちかさんが 次はあれ方がいないって言ってて本当ですかそうおっしゃってたんですかそうなのこんばんはって見に来てくださってありがとうございますゆきちゃんもかなりのデリタルそうなんですよね私もね結構いろんなそうアイドルさん好きなんですけどなんか私にはなんか最近好きな推しみたいな <laughs> 最近好きな方って感じでここここ ここ何,何年だろうここ何年かは鈴木ひとみさんがずっと好きですあゆきちゃんが DD だから推しに似ちゃうかも <laughs> そうかもハッシュタグありがとうございますあ初見ですそうありがとうございますありがとうそう私のねスマホ私のこの今配信してるスマホあるじゃないですか私のスマホの裏にはあの鈴木ひとみさんがいます <laughs> 何を言ってるんだこいつってなるじゃないですか <laughs> 何を言ってるんだこいつってなるかもしれないんですけど私のスマホの裏にはあの鈴木ひとみさんがいるんですよなんかねあの壁壁車って言うんですかあのそうあれがそうあの後ろにこう貼ってあります <laughs> 貼ってありますそう,そうなんですちなみに最近職場に新潟の女の子がいてえ何昨夜はバンダイの原ントークしてましたえそうなんですか そんなトークをなさってるんですか。<laughs> のミみそうノイミさんですあやたらさんも卒業してたしジカノさんも卒業とかリカさんの相方がいないよってえいないですかおいらも好きってあ本ほんとめっちゃ好きやんってそうめっちゃ好きなんですわかる鈴木ひとみさんの配信もうますぎるほんとにあのねひとみさんの配信こうなのもうほぼねあのここここからしか見えないんですよ <laughs> でもそれがめっちゃかわいいんですアイドル見始めてまだ1年くらいですがいいですねそういいですね <laughs> ありがとうございます私のとこまで見に来てくださってわらわらわらってあっお達人仲良しのおたくのおた仲間にゆきちゃんの魅力を語り尽くして配信に来てもらうのが最近の部分ええありがとうございますありがとうそれはよしちょっとごめんね止まってる時間がありましたね配信ぜひぜひたくさん来てください何何なになに待ち受けは待ち受けはね 待ち受けはねね違います待、ね、ち受けはなんか普通の普通の写真そうアーシャ,アーシャパソコンはまだあそうえうすごい <laughs> そうなのパソコンはまだ富里奈緒さん <laughs> そうなんですよくお分かりでこんばんは見に来てくださってありがとうございます前のスマホのホーム画面にはゆきちゃんがいますえ本当ですか 嬉しいそれは私は NCT のことよく分かりませんがイベントでゆきちゃんしましたってえ嬉しいありがとうございます私のことを知ってくださってまたいろんなね機会があったらまたいろんな場所でお会いできたら嬉しいなって思います街中歩いてたらいるかもしれない <laughs> おでこおでこしかってそうそうなんですあそうですねそう可愛いですよねそうたくさん可愛いっ方いるからねおいら DD おいらの DD ぶりも証明された <laughs> ひとみさんの「はていや圧はゆきちゃんも導入しよう」って圧 <laughs> でも圧結構ありますよね多分このね配信見てる皆さん分かると思うんですけど結構私あのそうあのつすごいですよね「おいらの d d v も証明された」って「ハシュタグありがとうあこんばんは」あこんばんは」見に来てくださってありがとうございますオーラを感じるねオーラを感じ待ち受けはそうなんですね 確かにそう先ほどもねおっしゃってましたもんねまりなさんは <laughs> ゆきちゃんの圧そう圧あります自分のノートパソコンの壁写真は青春時の印象のりかさんでえーそうなんですねなるほどあここでねここで猫を休む <laughs> 休んでってください是非是非そうたくさんね見に来てくれたら嬉しいですもうさすごい時間経ってるんだね配信始めてからびっくりしちゃったまったりしすぎて時間の記憶が <laughs> こんな時間になってたびっくり まったりすぎますねあ、ゆきちゃんって加入前から NGT と縁があったりしたのそうですねそうですかそう,そうなんですかそうなんですかでも元々ね新潟もともと新潟の出身だからマリナさんはホーム画面ホーム画面であ、ホーム画面でいいですね何にな ?1 時間超えね、そう1時間超えです <laughs> これからあ、夕ご飯もう食べたんですそういえばそうなの、夕ご飯もう食べました 美味しかったよ <laughs>。ゆきちゃん配信あるある時間経つの早いそうだよねね時間経つの早いよねすごいびっくりしちゃうあ長時間ゆきちゃんを見れて嬉しいよってありがとうございます本当にたくさん長くいてくださってありがとうありがとうね熱ください無理ですね <laughs> 熱急に急な熱どんなんだろうなんかなんかさそのなんかなんだろうなんかそのなんか の例を <laughs> 急な急なの戸惑うよね難しいなんかさむちゃぶり難しいなって思ってなんかすごいね思うのがなんか芸,芸人さん芸人さんってすごいなって思ってなんか面白い話をしてって言われて面白い話をするのさすごくないですか なんかだってめっちゃ無茶ぶりじゃん。<laughs> 無茶ぶりをさすごい。なんかこなすじゃないですか。そうだからすごいなって思って。なんかそのそう。尊敬 <laughs> 最近めっちゃ考える <laughs>。多分何ユ流派よりゆきちゃんに行く回数が多くなるよか。本当ですか？そんなそんなそんな同じくらい同じくらい。す 好きになってくださいあ、それだけ楽しい配信ということね。時間が過ぎちゃうりかさんの配信が終わってました嘘 <laughs> 終わってましたえ、私まだ見れてないんだけど個人的な話だけど2月に私誕生日があったんだけどゆきちゃんのお写真をいただいて飾ってるえ、おめでとうございますありがとう嬉しい本当ですかやってって言われるとそうそうなのやってって言われるとね、無理かもしれない 難しい圧の霊えー、何圧の圧の霊って何だ <laughs> いや降りてくる圧の霊が降りてくる1年ぶりぐらいにホ48の配信見たけどやっぱりいいなって本当ですかいいですかねありがとうございます見に来てくださってまたまた見に来てくれたら嬉しいですさすがプロよねね本当にさすがですよねイベントの時叫んだ叫んだでしょイベントの時叫んだでしょ叫んだかなあれな叫んだ <laughs> 叫叫んだ頭の回,回転ねそういい人になりたいわかる頭の回転ねもうパッパッパってそう面白いことが浮かんできたりする人になりたいの DD だけど行き始めたら卒業までは通うタイプです行っちゃえっいたいた,ったい,いたいた, <laughs> っちゃった <laughs> え本当ですか じゃあちゃょっとずっとずっとね通いに来てくださいゆきちゃんも十分頭の回転早くてすごいよって全然もう足元にも及ばない <laughs> 芸人さんはラジオ聴いてるとすごさがわかるラジオ面白いかおすすめってね本当にすごいんですよねめっちゃガビンガビン,ガビンって来た <laughs> ごめんねガビンって来ちゃったまりなさんが何卒業しても新潟行くしかあってね本当に全然まだそんな卒業なんて言わないでください私はずっと一緒にいるつもりです <laughs> <laughs> 誰 <laughs> 誰っていうねに芸人のロッチさん初めて見て瞬瞬間むちゃぶりの洗礼されされましたっけあそうかもしれない <laughs> そうかもしれない, <laughs> そ,うれない <laughs> そうですね「ハッシュタグありがとうございます」「サーヤさんがお眠らしい」えそうなんですかサーヤさんサーヤさんお疲れですね お疲れ様です。私もさやさんの配信を見たかった。<laughs> こんばんは。見に来てくださってありがとうございます。さやさんがドアップ、本当ドアップになってます。あすなわ捨てたけどさ更に浮てます。あ、そうなんですか？stu さん笑い方めっちゃ可愛くてかわ可愛い。可愛くマジで惚れるえ笑い方、私の誰の私 <laughs> えわさすがに私ではないですよね。 あこんんばんかねもうねレッスン後で髪がボサボサなんだよねそうレッスン後で髪がボサボサで、ね、一応ねアイロンちょっと通したんだけど <laughs> もうねボサボサになっちゃった「こんばんは見に来てくださってありがとうございます」「ゆきちゃんでしょ?」って私なのかな お披露目から顔だけでも知ってたけど喋ってるの最高だねって本当ですかありがとうございます嬉しい <laughs> そうだよでもさお披露目の時の顔なんかちょっと違うよね <laughs> お披露目の時の顔ちょっとさ今と違いすぎてさカメラ写りとかもさ全然ねさ <laughs> やきのマックス時で見 <laughs> 癖やりますカラオケえ、そうなんですかそうなの えちょっと聞いてもいいですか <laughs> 聞きに行ってもいいですか毎回ラジオトークのものもう <laughs> のも妄想妄想弾丸旅行で自分のプランでは国内でも考えてるあ本当ですかそう私もね国内のプランもね考えたいなと思ってるんだけどね国内のプランもさそうあれだよね <laughs> 考えたいよねビジュアル何ビジュアル海,海岸したいあれですか 全然さもうちょっともっともっとねもっともっとね可愛くね <laughs> なりたいなお披露目から可愛さ世界一だっておなぎさ来てほしかったってえっほですかありがとうございます全然です本当にねもっともっとなんだろうここのね NGT48 で可愛さをね磨けていけたらいいなと思いますもうサイヤさんくらい可愛くなりたいです顔面国宝みたいな <laughs> サーヤさんみたいに可愛くなりたいです今日のお顔も流通センター並みにかわいいですか全然です本当になんかね画面通すとちょっと違うんですよだから是非画面通さないで見てほしい <laughs> 画面画面通すともうちょっとひどくなっちゃうそうもうちょっとひどくなっちゃうちょっとだけひどいあゆきちゃんクールなこのイメージだけど愛きあるし頭よくて可愛いから好きってえー、全然ですよ確かにでもねあの <laughs> 私さ最初のさ最初の壁車でさなんかクールって思われてるのそうみんな皆さんにねなんか最初の壁車のイメージでなんかクールで背が高いって思われるんです真逆なんだよね申し訳ない本当に全然クールじゃないし背も低いし <laughs> 真逆なんだよなそうなのねね弾丸ツアーって国内なら北海道北海道ねそう え待ってねクールなイメージだったけどです <laughs> そうクールなイメージそう持たれるの素朴な感じが好き本当ですか素朴な感じが好きありがとうございますこれ以上可愛くなったらまぶしすぎて見えなくなっちゃう <laughs> 絶対そんなことはないまぶしくないね国内なら日帰りじゃなくてそう日帰りじゃなくてもね今日配信で見つけれてよかったってああありがとうございます見つけてくださってありがとう あカーチわらわらわらカーチーって思ってんのか <laughs> 千葉新潟千葉大阪長岡千葉を金土日で回った思い出が <laughs> 大変すぎる <laughs> え待って千葉千葉新潟千葉大阪長岡千葉何回千葉 <laughs> n c t ってリアルイベントしてますとか調べる案件だけど質問しますリアルイベントねえでも n c t はその新潟の劇場で劇場公演をしてるほか あとね3月の11日3月の11日に3期生であのフェスに出させていただきますそうだったりとかあとね他にもいろいろねイベントにちょっと出演させていただきますそう金沢の方の3月25日の金沢の方のイベントにも出演させていただくんですけどいろいろねそうゆきちゃんって研究生なのそうですそうですそうでございます <laughs> そうででございますす研究生ですあ大人っっぽかったそうそうなの大人っぽかったみたいユキちゃんに会ったことない人に本物のユ、ね、キちゃんの可愛いサイズ感知ってほしいそう <laughs> ねサイズ感ねそれなってそれそれなって背の高さわかるなんか高そうよねってねなんか高く見積もられる身長高そうみたいな <laughs> やべやべ身長低いんだよなって思いながら。<laughs> あ世界の人へも好きね世界の人へもいいですよねいいギャップだからよい聞いてあ,ありがとう笑わないキャラかと思った笑わないキャラ笑,笑わないキャラね難しいね私「笑わないで」とか言われたら無理かもしんない一日笑わないでって言われたらちょっと生きていけないかもしんない <laughs> 逆に笑っちゃいそうかわいいなってありがとうございますさあやさんがああそうなのあおさんに甘えてるんですかえー、見たい「ハシュタグありがとう」今日もかわいいありがとうございますまなさんの配信のタイトル見たら少しすごかった本日,い本日4食を食べたらしいえー、そうなんですかでも4食は食べれるよ <laughs> 確かに初めて写真で見た時背高いと思ってました本当ですかやっぱりさ背高いと思われちゃうのかないつか生でゆきちゃん見てみたいなってえー、絶対来てね 豊からね <laughs> ゆきちゃんは感情表現が豊かでえ、何？何？表情変わって楽しむ本当ですかそうなんか表情いっぱい変わっちゃうちなみにあ、すげーよねよしな あそうなのねその順番で回るとそうなったんですかすごいね旅 <laughs> センター行けるよってありがとうございます本当に握手会とかはまだ復活握手会そうですね握手会はまだですねあのオフラインのおしゃべり会ならありますオンラインとオフラインのそうおしゃべり会があるんですけどそうなの握手会はまだですねそうなんですあっゆはちゃんの配信始まったあっゆはの配信始まった見たいぞ <laughs> 見たいぞやばい 何何配信始まったけど離れられない嘘 <laughs> ぜひぜひあのあれだよいろんなルーム飛んでって全然大丈夫ですからねそういろんなルーム飛んでまた戻ってきてください私はねあとまだまだ配信してます <laughs> まだ配信してますよ実際会えば可愛さやばかった本当ですかありがとうゆうはちゃんの配信始まったってあここでも言ってる方が背が高く見えるのはスタイルがいいからそうなのかな全然そんななんか顔顔でね背高いって思われるんです そんな背高い顔してるのかななんか最初の壁車はねクールだったからねちょっと背高そうな顔してる一日笑わないのは誰でも無理そうだよねゆきちゃんにはずっと笑う何笑顔でいてほしいっありがとうサーヤさんもうねそう本当ゆきちゃん可愛いありがとうございます東京オフラインでサンキちゃんお披露目の時真ん中にいた小さくて可愛いゆきちゃんにビックビックビックビしたびっくりした」した <laughs> 全然です本当にそう小さいなら認める 小さいのは認めます。初オンラインどうやったら笑わせられるかあど,どうやって笑わせてくれます。最初の登場でインパクト <laughs> インパクトをオフラインおしゃべり会新潟で開催じゃないそうなんです。そう、新潟ですね。この前でも東京の方に行きました。この前ねオフラインのおしゃべり会で、あの流通センターの方に行かせていただきました。そう実は。 お尻から根が生えちゃって動けなくなりましたどういうことどういうことどういうこと <laughs> どういうことどういうこと動,動けなくなりましたじゃあ飛びますまた,寝またねてあまたねごめんね読むの遅くなってまたね何時まで何時までかはシークレットで <laughs> シークレットであちょっと散歩行ってきますあお散歩行ってきますかフラットね最初の壁車も好きだよ本当ですか私今の壁車がお気に入りなの <laughs> 最初の壁車ちょっとさちょっとなんか怒ってますか <laughs> まったりそうまったりです最初見たのはお披露目写真だから身長はさ知ってましたかわいいなどほんと本当そう最初見たのねお披露目のあれでしょ膝,膝ついてるやつだよね あれねゆはちゃんの配信でお勉強できる子だったらしいえそうなんですかそうなの <laughs> お勉強できる子ゆきちゃんいとしのゆきちゃんってあありがとう11日東京に来るのそうですよ11日東京ですねうんそうなの今が一番って本当。ありがとうハッシュタグありがとうございます流通センターは去年試験受けに行ったとこ日向坂さんが昔握手会してたあそうなんですかそうなのねえー そうなんですねぜひまたね流通センターとか東京の方でねあのおしゃべり会あった時は <laughs> もしよかったらあお披露目の写真で一目惚れしましたえ嬉しいですなんかお披露目の写真あれ眩しいんだよね <laughs> お披露目の写真ねめっちゃ眩しいなあれ <laughs> 眩しすぎてなんか目が開いてない <laughs>。 <laughs> 目が開いてないんだよね「こんばんは」って見に来てくださってありがとうございます12日のラジオトークは東京のいやわかんないどうなんだろうねでも多分帰ってくるかもな帰ってくるかもしんない眩しかったのさあれ眩しかったのめちゃめちゃ眩しいのそうそうそうえ多分ね私私以外にもね眩しい人いると思う少し早いけどおやすみなさいってあおやすみなさいお疲れ様ですゆっくり休んでねそう言われてみれば確かにでしょそうなのそうなんですよ そうなんです。あの多分ね。眩しい子何人かいる <laughs>？眩しい子何人かいるから見てほしい <laughs>。公園の休憩で壁紙変わってるの気づいて見て可愛いって声出た。本当ですか？嬉しい。ありがとうございます。そんなそんな言ってもらえて嬉しいです。3期に行くつもりなかったのに、気が付いたらプロポーズしてたね。<laughs> そうなのプロポーズされました。一生一生一緒です <laughs>。 何やっぱりニコニコしてる壁べしゃの方がねそうだよねそう今のかべしゃそうなんですお気に入りですそんな目が大きいのに開いてないわけだ <laughs> 開いてないんだよねあれあんまりあ,あんまり開いてないけどそれあの写真なんか一人だけあこんなまぶしいみたいなそう膝に草の跡がついてたのいやそうなのそうなの膝リリカが言ってたよねリリカがさ公園の MC でさあのあん時の話みたいなのでさ膝が 草だらけでみたいな <laughs> あ同じみたたいいななあ同じわかる膝にめっちゃ草の跡がついてさみたいサーやさんの配信は今本に不在であおさんが回してるあそうなんですかそうなのねさーやさんどこに行っちゃったんですか渡さずすると思ってたけどゆきちゃん知れてよかったってえ嬉しいです本当にありがとうございます私のことをあの知ってくださって本当にありがとうございます嬉しすぎますそれはやばい <laughs> 感謝しかないです本当に そうありがとうこうしてね見に来てくださって配信でたくさんたくさんコメントしてくれてありがとう,そうめっちゃ嬉しいよかった <laughs> グループおしゃべり会すごく楽しいそう本当にグループおしゃべり会めっちゃ楽しかったですよねなんかあの3人だからこそなんか微妙,微妙な <laughs> 微妙なねあのなんか微妙な空間何 <laughs> とも言えない 3対1っていうな何とも言えない謎の謎の空間がちょっと楽しかったですよね <laughs> ちょっと今今思うとちょっとさなどんなどんな空間これみたいなもしかして爽やさんが本人不在ってことはゆきちゃんのご自宅に向かっていたりして <laughs> まさかまさかそんなことはどうにかの何乃木おためいのツイッターのフォロワーにゆきちゃんの可愛さを広めたほんとですか全然そんな 私の私私の可愛さは通用私は可愛いのか私,私は可愛いのか多分通用しないです私なんてもう今今の壁車の漏れ具合が精一杯 <laughs> 今の壁車の漏れ具合が精一杯かもあ3対1はなかなか難かったねなかなか難かったよね私も心の中でああば <laughs> 3対1なんかな何をどう話せばいいのかみたいな話の切り出し方はとか この人は誰と喋りたいんだ <laughs> めっちゃ考えてたグループお喋りべり当面に見てるだけだったのにサーヤさんが好きとか言い出すから <laughs> そうで私サーヤさんが好きなんです個人ツイッターとかしてほしい3期でやってるんだっけかあそうなんです3期生の公式ツイッターはあるんですけどそう個人個人のアカウントはまだないので。 そうなんですよねもう,すもう少しなのか分かんないですけどできるまでねあのちょっと長く待ってください <laughs> グループオャンアメリカ難しいよねそう難しかった初見です,すありがとうございます控えめに見ても地球の歴史上です世界何歴史上で一番か絶対そんなことない控えめに見た結果それ <laughs> こんばんはって見に来てくださってありがとうございます世界に通用するよってありがとうね本当に今日もかわいいねありがとうございます全国アカシの時は3対1の礼が 本当ですか本当に3対1ってちょっと気まずいのよ <laughs> ゆきちゃんと話したいけど他の2人にも悪いしそうそうなんだよそう思う方がそういらっしゃってねあ待ってますてありがとうそうついよりインスタがいいのあそうインスタねインスタもねそうですね早くね解説されるといいですね個人でなんかそんなやってないんですよそう SNS そうやってるのなくてインスタグラムもツイッターもも そうまだ個人アカウント開設されてないんですよね TikTok とかもゆきちゃん目当てだったのにゆきちゃんと話してたの3ことぐらいだな <laughs> そうなんだよねそうなっちゃうよねそうなの難しいよね時間配分とかさ話す内容も難しいしねいろいろ難しいあこんばんはヤッホーってこんばんは見に来てくださってありがとうございます次の歌唱力ユニット狙ってますかえ 分からないまだ先のことは分からないんですけどちょっと難しいかもしれない剥がしの時も次のメンバーの話す時毎回あわあわして <laughs> 毎回ねそうあわあわしちゃうよねそうなのなんか3対1って本当に話す内容も難しいしさなんか誰とどのくらい話すとかさそれかもうグループみんなで喋るのかさ難しいところですよね「ハッシュタグありがとうございます」 でもなんか一人の人とね喋る人もいた「<laughs> こんばんは」って見に来てくださってありがとうございます雨めっちゃ降っておタクもメンバーも避難したのもういいよ <laughs> わかるめっちゃみんなそう避難してたよね雨がめっちゃ降りだして「あっサーヤさんの配信終わりました」って「あさサーヤさん配信終了」ってありがとうございます見れなかった見れなかったサーヤさんの配信お風呂に入るのでまたねってまたねありがとうゆっくり休んでくださいねありがとうございます 見たかったな <laughs> 見れなかったな私が配信してる間に終わっちゃった悲しい <laughs> でもねあれです皆さんがそう配信の情報を伝えてくれたのである程度見た気分になりました <laughs> 今日の配信見た気分。きさやさんの配信時間把握でき るよめっちゃおもろいねそうさやさんの配信時間把握できますあ帰ってきたっておかえりなさいおかえり雨の握手会そんなこともありましたねそうなのよあとは鈴木ひとみさんの配信あるのそうですねそうなります「ハッシュタグありがとう」なんだなんだ声が自分もゆきちゃんとしか話さず別のメンバーに申し訳ない感じになりそうあでもね今はもうあの個人でそう 1, 1対1でそう会話できます今は そう前までね一番最初の時にそう3対1だったんですけど今回今回のおしゃべり会はそうちゃんと1対1でファンの方と喋れるようになってるのでもしよかったら <laughs> 来てくださいあ握手会じゃないおしゃべり会おしゃべり会だそうおしゃべり会だあ葵井さん葵井さんと楽しそうでしたかほんといいなただいまってあおかえりなさい必殺 <laughs> 必殺なんだありがとね あ鈴木ひとみさん、そう、鈴木ひとみさん。流通センターは剥がしほ,ほぼなしだったね。そう、なんかね、あんまりそんなね、あの、厳しいあれではなかったです <laughs>。今は個人であって話せるの、嬉しいです。そう、今はね、1対1。そう、そうなんだ、これは行くしかああ、本当ですか来てくださいますか <laughs> ちょっとなんか、か直接会ったら直接会ったで、なんか、絶望されたら困る <laughs>。絶望されそうで怖い。 あ新潟のオフラインが楽しみってね新潟のオフラインめっちゃ楽しみなんですよ私も何何緩かったそのなんかねあんまりねそう厳しい方じゃなかったでもなんかだからこそ何だろうあのそうファ,ファンの方がさどういう方か分かっちゃうよねなんかこう「お時間です」って言われてそうスッてねそう言ってくださる方もねたくさんいるからそう多分それをね分かってるからそうあのこう緩い感じで。 なんか嫌じゃないですか？どっちも <laughs> どっちもそんなね。ぐいぐいそう。剥がされたら多分嫌な思いしちゃうからそうずっとね。そう。行くのいいですよね <laughs>。そう。1対1のオフライン待ってました。ですよね <laughs>。1対1あ直接会うの楽しみ。いつ嘘だよ。いつ <laughs> 直接会うの？いつ？今今ここで言っていかないと <laughs> 何々あしないよ。って可愛いのに謙虚すぎ。全然そんな。 可愛くないですよ <laughs> 毎日毎日この顔を鏡で見るとそんなこと思わなくなります <laughs> オフラインワクワクオフラインワクワク楽しみすぎる柱にしがみつきます <laughs> 柱柱にしがみつきますそう粘ると粘ると悪いですよ粘るとそうお互いねあの悪いからそう ちゃんとねそうルールを守ってねそうしないといけない確かにね「す <laughs> こんばんは」って見に来てくださってありがとうございます次の声はいつですかあいつですか明日でも明日3期の声ありますよ私はちょっと出演しないんですけどそうありますね「こんばんは」って見に来てくださってありがとうございますオフラインサーヤさんとの両立頑張りますえ、ね、ありがとうございます頑張,頑張ろう <laughs> あやさんのこといっぱい聞かせてくださいハシュタグありがとうございます乃木坂の3人と AKB のズッキーさんとかは直で会ったことあるあ本当ですかそうなんですねすごいいいな乃木坂さん私も直接会いたいんですよねおしゃべり会に行こうかしら <laughs> あったらオンラインとかも行ってみたいんですよ あ、なぜかスタッフさんと仲良くなってしまうあナイスです <laughs> 仲良くなってしまうまりなさんの次じゃないと何怒,怒られちゃうねそう、怒られちゃうそれはそれは怒られちゃうかわいさに慣れちゃうのか贅沢な全然ですよでもうそんな慣れちゃうとかじゃないです本当にゆきちゃんは実物だと3倍くらいかわいありがとうございますそんな全然スタッフさんはよく劇場にいる女性スタッフがたまにハガーシーの中にのを担当してることあるあそうなんですね そうなん、ね、もっと公演出てほしいよってごめんね本当に3期 <laughs> 公演の出演メンバー見るようになってしまったあ本当ですかそういっぱいねチェックしてください乃木坂の握手会には行ったことある本当ですかそう行ってみたいんですよねこんばんはって見に来てくださってありがとうございます坂道も結構好きだったりするの乃木坂さんが好きです <laughs> もともと乃木坂さんがすごい好きで結構見てましたあ3期公演 そうですねそうね <laughs> そうね頑張る最近何あそうなんですねつられたけどやっぱり新潟にあ本当ですかほんと新潟新潟になってくれます <laughs> 新潟にとど,とどまってくれるあ明日のラジオトークの質問先ほど投稿しましたああよろしくお願いしますありがとうございます私にねでも私じゃないのよね 私じゃないのよ。よろしくお願いします。見てらっしゃるかしら。<laughs> ハッシュタグありがとうございます。ゆきちゃん、オンライン参加したら向こうもびっくりしそう。え、び多分知られてない、知られてない、そんな。私、私は知られてないから、全然びっくりされないと思います。前のシングルですでにオフラインだったから。あ、そうなんですね。もうオフラインだったんだ。すごいいいな。ゆきちゃん、YouTube で乃木坂こんにちは見てあ、見てます、見てます。見ます、見ます。 やっぱり直接しかかったそうですよね直接がいいですよねあ頑張ってください応援してますありがとうございますね直接いいですよねめちゃめちゃわかるめっちゃわかる直接ね直接あってお話しするのはね最高オフラインもねオフラインでそうどんな場所からでもねあのお話できるから良さはあるんですけどねあハッシュタグありがとうたまに福岡にも行きます理由はオフラインの時あそうなんですね じゃあ待ってます理由 <laughs> 理由を聞けるように待ってますね早くね <laughs> 早くねあ直接の良さそう直接の良さ好きそう直接もいいしオンラインもオンラインでなんかどんな場所に行っても配信できる配信できるじゃないあのお話できるのねいいです、ね、乃木坂さんのあ乃木坂さんの私はずっとずっと斎藤あすかさんが好きで。 斉藤飛鳥さんが好きで今はあの5期生の,あの富里直さんが好きです <laughs> この前の乃木坂46の『結局マスター』の回話全部かったえそんなのねこの前のやつね見てないんですよまだ予定がね詰め詰めでまだ見れてなくてあ直接いいよねね直接もいいですよねオフラインでゆきちゃんのかわいさを体験しよう <laughs> 体験しようありがとう来週のオンラインも楽しみにしてますあそうじゃん来週もありました さんあっシュシュアスカさん,シュシュカさん早くっていうのが熱ねなるほどなるほど <laughs> なるほどオンラインに最近慣れすぎて楽を覚えてしまってますよそうだよねオンライン楽だよねそうなのオンラインもオンラインでねそう良さがあるのでねリアルアスカさんめっちゃ可愛かった本当ですかめっちゃ会いたいんですけどもうねもうもう無理かもしれない <laughs> オンラインだと仕事の都合だけつけば参加できるから会室 会えるのそうだよねそうなんですよねそうお仕事のね合間とかでねそう見に,見に来てくださるお話ししてくださる方いるから私も斉藤飛鳥さん好き本当ですか握手会握手ね握手がいいね確かに握手もねいいですよね「n c t 4と公式親戚おじさんはロッチさんだよねそうなんですよねそうなのそうなのらオンライラはオンライン大嫌いなのでそうなんですねそうなの ご規制だとあーそうなんですねアルノさんアルノさんが好きなんですねそう皆さんねそうすごい可愛くてのさ可愛すぎません <laughs> そう富里直さん可愛いですよねわかる笑顔ねそう可愛いんです本当に確かに仕事あっても会えるのはオンラインのいいところあ内緒で <laughs> あ内緒でそうなのいいところだよねゆきちゃんと握手したかったってねまたね握手会がねあの 再開再開開催 <laughs> 再開開催されたらいいんですけどねまたそう機会があったあ井上凪さんねそうめっちゃ可愛いいですよねなんか可愛いというよりなんかもう美しいみたいな <laughs> 綺麗って感じ私も乃木坂5期生になってゆきちゃんに押されたい人生だったってえー、全然私も私も乃木坂5期生さんになりたかった <laughs> なりたかった気持ちはありますあ自分も5期生は おあやさささんんんんねねね一ノ瀬うききまが好きなでですす、ねうん、かわい,い3人です、ね、<laughs> かりますあ、そう言ってるゆきちゃんも何何かわいいですよってありがとうございます全然新潟シングルナイト予定がどんどん <laughs> DDR ある DDR ある予定が埋まる <laughs> メモしないとでもゆきちゃんと握手したら手が離れないかもしれないどういうことだ <laughs> はあのやばいですよそれは それはやばすぎますよ鼻離,離,離れますよ <laughs> 手は離れますよオンラインだと他の現場からでもそうなのねオンラインだと他のところにいてもそうできちゃうからねいいよねわかるこんばんはって見に来てくださってありがとうございますあっ前はなぎさんとあさつきさん <laughs> 離れるのか当たり何を当たり前のこと <laughs> 手が手がくっついて離れなくなることはない <laughs> ない次の乃木坂46のシングルはほとんど5期生のメンバーがそうですね確かに5期生のメンバーさんがね選抜されてましたねね本当に嬉しいですねあそれはそうすぎてってそう <laughs> フォーフ,フ,フォーチュン苦手だからねじっても坂道も行かなくなってきたえそうなんですかそうなのあちょっとイコラブのあ本当佐々木マイカさんみ みみあって好きだってえ本当ですかあるかなえあるそんなそんなことなくないですか全然なんか誰かにさそう似てるとかさ私そんなにない気がする <laughs> ありがとうございます全然そんなありがとう <laughs> ありがとういよいよ明日だ明日ですよラジオい,いめっちゃ唐突な唐突なラジオの予告を言ったんだけど。 <laughs> いきなりいきなり明日ですよラジオ <laughs> 明日ねラジオあるんですけどあっ <laughs> でも NGT がユニマンスそれになたの復帰してあそうなんですかそうなんですねそうなのですねいや話すのがうまい感じとかもえー、そうですか話すの全然うまくないですよそんな,な話してるだけ <laughs> ラジオの宣伝大事そうラジオラジオ明日そう 楽しみってありがとう。ハッシュタグありがとう。何々ってそう？明日ラジオですよ。明日ど,どこへ行くのかな？どこへどこにも行かないですよ。レディオス違いますね。明日は普通にあの私あのラジオ部なんですよ。そう。私ら ngt48 ラジオ部に入ってるので、明日のえー、23時から明日の23時からそう。ラジオがあるので、あのアプリラジオトークを。 そうダウンロードしてぜひお聴きくださいそうそうそう急な宣伝タイムタイミングはって全然測ってないよ全然全然あこんばんはって見に来てくださってありがとうございます明日バイトの終わりにゆきちゃんの声聞けるの幸せすぎだありがとうってこちらこそありがとう話さないのがうまい人話さないのがうまい人 ラジオトークのアプリからそう聞けますので是非ラジオトークのアプリを入れてください妄想弾丸旅行でどこに行くのかなねえどこに行くんだろう明日私も分かんないいろいろ巡って戻ってきましたあおかえりなさいありがとうございますお耳聞こえがいいですよほ本当ですか是非ラジオ聴いてくださいねいや何 ズッキーさんとか配信は正直そんなにそんななんて言ったんだ <laughs> 言っちゃいけないやつって言っちゃいけないことを書いたら星になっちゃったのあラジオトーク楽しみにってあぜ是非聞いてくださいね日曜夜の安らぎありがとうございます本当にラジオトークメモメモありがとうそう是非ラジオトーク聞きに来てくださいラジオの時とショールームの時でしゃべり方変えてるのかなえ変えてるかな 変わってますか、ね、でもなんかラジオトークの時は正直声だけだからあの顔に力が入ってなないいかもしんない<笑>,笑ってる時とかはでもそんな顔変わんないけどなんかラジオトークの時は何だろう顔,顔に集中するよりは声声でお届けするからなんか次何話そうとかすごいそう考えるかな。 ゆきちゃんのラジオを聞いた後安眠できますよ本当ですか寝落ち、寝落ちします <laughs> いやこのルームから離れられなくなったんでえ本当嬉しいです本当にありがとうね絶対ずっと離れないでくださいゆきちゃんの声は耳に優しいえ嘘優しくないよ <laughs> <laughs> ありがとう確かに寝落ちしそうな恋しさほんと全然寝落ちしそうかなあ明日はちょっときつい仕事の後なのでラジオを寝ながら聞きますああぜひぜひゆっくり聞いてくださいラジオトークのログイン何忘れがち忘れちゃう毎日ログインかあそうなんですね誰誰と一緒に見てるんですか誰誰の誰の配信を見てます可愛いかいいいらら面白ととは限らないとは限な 話あそういうこと可愛いから面白いとは限らない <laughs>「こんばんは」って見に来てくださってありがとうございますなるほどそれで変わってき日そうかもしれないあとアプリが違うからかななんかショールームさんとほらあのラジオトークさんでねアプリ自体も違うし「こんばんは」って見に来てくださってありがとうございますゆきちゃんは可愛くて話も上手くてすごいね全然ほ本当に褒めてくださってありがとうございます全然上手くないよ「すや」って見に来てくださってありがとうございます すすやっっと見に来ててくださってありがとうございますなんか意味わかんないこと言ってる <laughs> ちょっと待って頭がおかしくなってきちゃったかもしれない <laughs> ゆきちゃんのラジオは第2つぐみさんの安眠ラジオ と一緒で癒されてぐっすり寝る本当ですかじゃあぐっすりたくさん眠ってください1日中寝てても大丈夫ですよラジオ7割に落ちしてますあちゃあ, <laughs> あちゃあそうなんですねどこが聞こ,どこ,聞聞ど,こどこまで聞いてるどこどこまで聞いてるラジオ今日ま島さんのレギュラーラジオそうねありますねわらわらってもちろんあそうなんですねなるほど <laughs> <laughs> それはでも私も一緒に見てくれてありがとうございます確かにこちら側も声だけに集中してるからかもそうそうかもしれないどうしたね本当にあのもうそろそろさあの配信ずっとしてたらさ <laughs> 頭がねそう回らなくなってきたかもしれない明日ラジオトークの人も絶対に生まれたいのにスタッフさん <laughs> スタッフさんいるかなここに <laughs> あちゃあちゃかわいすぎる <laughs> 全然かわいくない <laughs> あ、二人とも同じとしたえ、そうなんですかそうなんですね成人、え、成人一緒なんですかそう、今年でね二十歳になりますねまもなく2時間、ね、まもなく2時間ですそう、この配信ででも10時くらい10時ちょっと過ぎ10時10時くらいに終わります10時には終わる ゆきちゃんはトークスキルあるから聞いてて楽しいし顔面可愛いから沼るよね沼ってね「<laughs> ハッシュタグありがとうございます」8時からしてるのかすごいなって全然そう8時からしてるんですでなんかリカさんとかめっちゃ長時間配信しますよね <laughs> ゆきちゃんの「母が好き,好きあれじゃあ言わないようにしよう <laughs> あれ言っちゃった <laughs> <laughs> 初見ですさありがとうございます自分も早くゆきちゃんが入った新体制のラジオ部のステッカーが欲しいですあステッカーね「ハシュタグありがとうございます」なかなかの沼配信だなって本当ですか沼ってってねそそ,そおめさん面白い面白いおもしれ白おもしれおもしれ なんかにぎやかあにぎやかですよそう今日もちょっとにぎやかですねまったりじゃなくなってきてるあ九9時半まで見るつもりだったけどね待ってますえ本当ですか <laughs> もう30分30分ちょっと過ぎようとしてますゆきちゃん沼にひたひたに浸ってるよんってあ浸ってるよ何その MG <laughs> 浸ってるよんあ長時間配信ありがとうってこちらこそ見てくれてありがとうなんせディズニーのオーディションからあそうなんですねドラさん オーディションから見てるんですね。りかさん好きですよ。そう、りかさん好きです。あ、沼ってしまいましたって。ありがとうございます。沼ってしまいました。ステッカーまだ届かないあ、まだ届かないですか？ゆきちゃんには沼るってたくさん沼ってね。みよみさん終わってからかえりさんの配信が終わったので見に来てよえ。そんなに終わられてるんですか？<laughs> 見に来てくれてありがとうございます。もうすぐで終わっちゃいます。あちらって見に来てくださってありがとうございます。家帰ってきてからひたすらこの配信見てる <laughs>。そうだよね。なんか家そうですよね。家帰ってからひたすらこの配信見てますかありがとうございます。ちょっとあのお家でゆっくりなさってください。今日は可愛いって今,日今日は可愛いってありがとうございます。配信見に来たら終わるまで抜けられない。え、嬉しい。 ありがとうずっと見ててくれてありがとうねゆきちゃんの沼はちゃんと肩まで使ってるようん温泉かな <laughs> あれ温泉かなどっかのゆきちゃんの笑い方が好きだったりするそれさっきも言われたなんかアハハが好きみたいなの言われたんだけどさ <laughs> よくわかんないよ新潟弁の文字起こしはわかりにくいがうんわかりにくいうんめっちゃわかりにくかった <laughs> そうか好きだと言 いい好きだって言っとくねって、え、ありがとうございます。そう、ずっとずっと好きで。なんかね、そう、あの雑誌の。 あのインタビューとかでも何回か答えさせていただいてます7周年ランダム写真ゆきちゃんゲットして,ってあっほんとですかおめでとうございますありがとう確かにまったり感なくなってきたのにそのまったり感なくなってきちゃったたくさん沼ってねってガクガク <laughs> ガクガクブルブルあ今日も世界一可愛いい好きってありがとうございますみんなに言ってるでしょ <laughs> みんなに言ってるでしょ今が折り返し時間でもいいんやで <laughs> あと2時間は聞きたいちょっとねちょっとそれはね あと2時間配信するとねひなたまつりさんとかぶっ,っちゃうのでそう、もしよかったらねひなたまつりさんのウォッチングをね、見てください <laughs> 22時だからゆうはちゃんの配信も終わってあほんとステッカーは届くの時間かかるよねってああそうなんですね笑い声が好きになるってマジの才能え本ほんとですかゆきちゃん強いんでありがとうございますあ生誕祭から帰宅おかえりなさいませ <laughs> お帰りなさいませ帰宅特徴ありすぎだけどね。特徴ありすぎだけどね。圧あ,、ね、<laughs> あそうだったってそあそうなのそうだったの。世界4位に可愛いな圧 DDA の圧って,ディディっていっぱい圧が来た。こんばんはって見に来てくださってありがとうございます。世界一可愛いは今日はまだ4人目です。<laughs> 4人目かい。 4人もいいいたんかいあこんばんかああこばはっっててて見に来てくださっありがとうございますちょっとねもう配信終わっちゃうんだよだからもしよかったらねまたまた見に来てくれたら嬉しいごめんね <laughs> 来たばっかりかもしれないけどごめんねあと2時間配信するとてっぺんまで沼まるんだけどなって <laughs> ほんとかでほんとにねほんとかちょうど今ちかなさんの配信が始まったあそうなんですねそうなのね ありがとう教えててくれて世界って狭いね <laughs> 世界って狭いね確かにそうだよね世界ちょっと狭いかもしれないゆきちゃんの魅力はもっと広く知られるべきってありがとうございます本当にありがとねちょっとたくさんたくさん広めてくれたら嬉しいな <laughs> 一緒にね 発信ししてててていいけたら嬉しいですこんばんばはーっっ見に来てくださってありがとうございますごめんねもうちょっとでねもう終わりの時間なので、ね、そうあーそっちかなさんね配信始めたらしいですゆきちゃん沼は温泉並みにちょうどいい温かさ本当ですかやばいって <laughs> やばい4人目わらわら <laughs> 癒されるゆきちゃん温泉はここですかここ温泉じゃないんでねちょっとここ温泉じゃないのでねはいということでねあの今日もねゆっくりお風呂に浸かってゆっくり休んでくださいあさ さきにはいくつ沼があるのかなね <laughs> 本当にゆきちゃんが一番可愛いありがとう本当にまあオフライン行くのが決まってるだけですっかり沼ってますが沼ってますねでいつ来るのいつ来るんだっけ <laughs> いつ来るんだっけそれは <laughs> ということでねそろそろ壇上読ませていただきますごめんねあゆきちゃん世界一可愛いありがとう温泉だと思ってた本当温泉じゃないよあ13位からじゃあ行きますね 13位、クリプトンさんありがとうございます。12位、ティーユさんありがとうございます。十一位、玉子焼大臣さんありがとうございます。10位、渋谷光さんありがとうございます。九位、マルフさんありがとうございます。8位、ちくわドーナツさんありがとうございます。七位、懐中電灯マニアさんありがとうございます。6位、万海さんありがとうございます。五位、松尾さんありがとうございます。四位、令和の土方さんありがとうございます。二位、グッチさんありがとうございます。 あ、3位、ぐっちさんありがとうございます。2位、おじゃさんありがとうございます。1位、かずちんさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あ、今来たばかり。ごめんね、本当に。ごめんね、ほんと。夢で会えませんか夢で会えますかね。何、温泉温泉何長時間配信お疲れ様ありがとうございます。たくさんコメントありがとうね。ごめんね、読めなくて。え、温泉 <laughs> ただいまって <laughs>。あれ、ちょっと待ってね。本当にごめんね。ゆきちゃん旅館じゃないのよ。 本当にありががとうそ圧ハルチュン沼がなんだ <laughs> なんだなんだ「ありがとうね」見てくれてごめんねたくさんたくさん読めなくて「ありがとう」配信お疲れ様たくさんありがとうございますありがとう配信ありがとうもありがとね見てくれてありがとうございますあっ今後も応援するありがとうお疲れ様ありがとうございますまた遊びに来てねありがとう出演料出すので夢に出てきてください無理ですね今日も楽しい配信ありがとうってあ,ありがとうね皆さんもコメントたくさんありがとうございましたまたね ありがとうバイバイおやすみ <laughs> お疲れ様ありがとうバイバイありがとう